日本橋室町三井タワーは、東京都中央区日本橋室町に所在する、超高層ビル。日本橋室町三丁目地区第一種市街地、再開発事業の営外区に建設された。オフィスホール、商業施設で構成され、商業区画は、カーリード、室町テラスの名称が付されている。1990年代後半の金融や、商業の中心としての勢いを失った。 日本橋の活性化を目的に、三井不動産は、創業地であり、本拠地の日本橋エリアで、日本橋再生計画を指導。日本橋一丁目三井ビルディング、日本橋三井タワー、室町東三井ビルディング、室町小賀三井ビルディング、室町千葉銀三井ビルディングを順次開発し、 再生計画第2ステージにおける期間プロジェクトとして開発したのが日本橋室町三井タワーである。計画地は中央通りと江戸通りの交差点に位置し、東京メトロ3越前駅や JR、新日本橋駅に隣接するなど交通支弁の地に所在するが、旧体新基準の建物が約6割を超えるなど建物の老朽化が進行し、 新日本橋駅のバリアフリー道線も未整備で地下の歩行者環境も十分と言えないなど地域防災性や活性化の観点から課題を抱えていた。このため再開発にあたっては地区内を縦断していた駆動を廃止し対外区化を図り計画地南側に大規模緑化広場を整備し合わせて国土交通省が施行する日本橋都市再生事業の 未整備エリアである三越前駅と新日本橋駅を結ぶ地下歩道の拡幅整備を行った。加えて BCP 対策として建物内に大規模高ジェネレーションシステムも導入。発電による特定電気事業及び排熱利用による熱供給事業を展開し、既存ビルを含めた周辺外区への電力及び熱の供給を実現している。 日本橋室町三井タワーの開業を区切りとして、三井不動産の再生計画は、第3ステージへと本格移行。数千億円から1兆円を投じ、2035年から40年までに、日本橋川沿いに、商業店舗、広場、オフィス、宿泊施設などを整備していくとしている。地下1階地上2階部分が、 価値ある時間を過ごす場所を施設コンセプトとしたカーリード室町テラスとなり31点が営業する。地域住民、ワーカー、来会社が集い交流するコミュニティの場の創出にこだわり南側に大び差しをかけた大規模緑地広場を設けた。そこにはベンチやテーブルを多数配し大型ビジョンも設置した。各テナントは日本初進出となる台湾の 誠品生活日本橋。三井不動産と誠品古墳有限講師がそれぞれ出資し、日本における誠品生活のライセンスを保有する合弁会社として誠品生活 MF を設立、有林道がライセンシーとして運営している。他に大規模緑地広場の横には、石屋製菓が手掛ける道外発の直営カフェとして、石谷日本橋を出展している。3階に設置。 面積373平方メートル、最大収容人数約420名の多目的ホールと3つのカンファレンス及びホワイエからなる。5階にスカイロビー、高木を植栽したスカイテラス及びテナント企業専用無料ラウンジのほホクホク、北北フィナンシャルグループ参加の北陸銀行と北海道銀行が共用のエントランスと ATM を設置し、同じフロアに 東京支店を設けた。7階から25階がオフィスフロア。全方位の眺望を確保できる奥行き約20メートルの専用部が刺繍を取り囲むセンターコア式平面形状となっている。トヨタリサーチインスティチュートアドバンストデベロップメント、ボストンコンサルティンググループ、西本ウィスメティックホールディングス、三井不動産、三井不動産レジデンシャルなどがオフィスを構える。 また日本橋室町についたワーミットタウンクリニックが7階に入る。ありがとうございます。